ヒストリア、今回は社内対談に牧野先生。すごいわ、俺もねこういうのやりたいんだよ。本当？ちょっと社内対談やってみようってことで。面白い面白い。あ、まあ小学校でも中学校でも、うん、高校でもいい、うん、プロになるために、うん、なんか特別なことをしてたかなっていうのを。1年生とか6年生までほとんどそこの公園行って練習してたの。そのキーめがけて何回も蹴って折れるまでやってたね。なんかその時に、まあ、今だから思うね、うん、なんかこれやっとけよかったなとか、うん、これがあればなっていうのはある。めっちゃボール触っとけばよかったと思う。触ってたんだよ。そうでもなかった。触ってたんだよ、うん、だから触ってたんだけど、俺はもうフォワードだから、うん、もうずっと点取ろう点取ろうしか思ってなかったから、うん、繊細なボールタッチの練習とか、うん、こういうスルーパスの練習とか俺してきてないのね。めちゃくちゃ同じなんだけど。えやっぱり同じ。なんかさ、サッカー選手になって思うけどさ、うん、あ、もうプレースタイルって小学校の時に決まるなって思わん？思う思う。どんだけこういうなんかボール触ったりとかした。だからそういう意味では、うん、まあ今でもそうだけどテクニック系じゃないし、うん、そういうプレースタイルじゃないからやっぱやってこなかったからだと思うのね。なるほど、うん、それはやっぱね小学校の時にねいっぱいボール触ってるんだけど、うん、その触り方とか練習で、うん、もっとこうしなきゃよかったなっていうのは今でも思うね。へー、うん、ちなみに、うん、あのなんか俺の印象で牧野くんってすごい見せ方うまいんだよ。おう、なんだろう、自分の発信もそうだけど、うんうんうん、選手としても、うん、なんかなんだろうな、リーダーシップある振る舞いとかそういうのも含めて、うん、なんか自分のこう能力を最大限に出せるっていう、うん、そういう見せ方っていうのがすごいうまいなと思う。それって小学校関係ある？学生時代、うん、でもね自分の思いは主張してたんだよね昔から。あ、うん、ただそのグループの協調性っていうのは、うん、俺昔からすごく大事にしてて、うん、じゃあそのグループの中で自分がどうやったら、うん、なんかこう自分の存在価値を高めるかとか、うん、じゃあそういうのはね昔から考えてやってたね。発言したりもそうだし。あ、そうなんだ、うん、なんか学生時代にさ、うん、あ、この指導者のあこの言葉救われたなとかっていうのがあった？なんか影響受けたなみたいな。こうユースとかさ、うん、ジュニアユースとか。あ、でも中学校2年生の時に、うん、俺一回あれ狂ったのね。あ、そうなんだ。もうやんちゃな地元だったから、うんうん、やっぱこうやんちゃな方に走ったりとかした時に、うん、俺は何気なくサッカーしてたんだけど、うん、小学校の時の監督が試合見に来て、うん、試合終わって挨拶行ったら、うん、なんじゃお前のその目はって言われたの俺。目、今でも覚えてる。なんじゃそのお前の目はって言われて、なんえってなんか俺何この人言ってんだろうと思ったけど、まあ後々言われたのが、やっぱサッカーに集中してなくて、やんちゃな人たちとつるんでる時ってものすごいこう目がとんがってたのって。あ、そうなんだ。こんな感じで、でその時になんじゃお前その目はって言われた時に、俺うわっと思って、全然サッカーに集中してねえとか、あ、友達優先してるわって思って、自分の夢は何や、サッカー選手になることじゃと思って、そこで初めて気づかされたから。すごい。でその言葉がなかったらやっぱサッカーよりも遊びとか友達を優先してたと思うんだけど、いまだに俺言うね、その監督に会って、あの時の言葉が響きましたって。救われたと。へえ。いやだって俺の同級生、まあ同級生とか、うん、その周りにもさ田舎だったからさ、うん、そうやってこう荒れてサッカーの道外れた人も結構いたもん、やっぱり。いるよね、うん、やっぱね環境で変わるんだよね。環境と人だよね。そうだからね、すごいね、友達には申し訳なかったんだけど、俺本気でサッカー選手になりたいから、うん、お前たちの付き合いやめるわみたいなこと言ったよ。あ、そう。言ったすごい。でもそれは友達もお前の夢じゃけん、うん、応援するわって言ってくれて、いまだにその友達とも仲いいんだけど。青春。そうで最後にこれもそうなんだけど、その話をした後に、うん、じゃあ最後やんちゃしようぜって言って、うん、学校で全裸になって、うん、わーって走ったりとか騒いでたの。で、それをやって、うん、もう、学校の、なんだ、俺らの先生たちが集まって、うん、何しとるんじゃってなった時に、うん、俺がいないことにしてくれた。へー。こいつはサッカー選手になるけん、うん、俺たちがこいつを誘ったけん、こいつは悪くないんじゃ、つって、友達たちが。そう、すごいやろ。青春ドラマ。めちゃ青春なんだよ。それぐらい、なんかこう、友達も、俺のサッカー選手になるっていう覚悟を応援してくれる。いや、だから、そういう、もう発信力だよ。俺はサッカー選手になるんじゃない、その夢が、俺はこうなんだっていうのを、やっぱ、伝えるのがうまいんだな。
え、どうなんかな。いや、もう癖なんじゃない、やっぱ学生から。癖かも。だからやっぱそうやって応援してくれる人とか。あー、まあそうやって伝わってたらいいよね。いや、うん、前回のヒストリアもそうだもん。やっぱ。俺ね、でも今でもね、うん、これ大事だと思うんだけどさ、やっぱみんなサッカー選手だからさ、うん、こう、なんだ、食事とかさ、うん、誘いがあるじゃん。うん、したらさ、目上の人とかさ、偉い人からしたらさ、うん、お前ちょっと酒飲まないかみたいな、うん、勧められた時とかさ、うん、俺結構断れない人たちみんな見てんだけど、うん、俺の断り方って、うん、マジこれ参考になるんだけど、うん、お酒どう、うん、飲まないのって言われた時に、うん、いやすいませんってこうなんか萎縮しちゃうとあれだから、うん、俺世界一目指してるんでとか、俺日本一絶対なりたいんでって言うと、向こうはちょっとギャグっぽいかもだけど、なんかそれでうわすげえなお前バカじゃねえのみたいな感じになるけど、なるほど、いや俺本気で日本一目指してるんで酒飲めないっすとかって言ったら、まあ、嘘ついてないもん。そう、嘘はついてない。本気で日本一目指してる。そうそうそう、だからそうやってうまくガチンってはめていかないと周りに流されたりとかするから、それ発信するのは大事かも、ね、テクニカルな、なんか、そうよ。こと聞いたな。いや、マジで。いや、一杯ぐらい付き合いますは、うん、いいんだよ、別に付き合うのも大事なんだけど。いや、なんか普通の人だったらさ、うん、本気で日本人になりたいって思ってるけど、うん、その場に流されちゃう。そうでしょ？勝ちってはめれないよね。うん。言った方がいい、言った方がいい。へぇー。俺、一時期めっちゃ言ってたよ。いや、俺、ワールドカップ絶対出ないんで、酒飲めないっす、みたいな。そうなんだ。そう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 。でもさ、周りからしたらさ、うん、待ってふざけてんなとか思うけど、一番なんていうのかな、相手に対しても失礼じゃないし、うん、でそうやってなんか言葉にすることとかは昔からやってたね。いやそれね、なんかいろんな遊びとかそういうのに流されそうになる学生たちにめちゃくちゃ響くと思う。あ、う、あ、ん、ね、うん、いっぱい見てきたもん。やろ、いっぱいいるよね、周り。いっぱいいる。だってそいつらが普通にサッカーしてたら俺負けてんなっていうやつめっちゃいる。いる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 。だってそんなプロの世界でもいない？いるいるいる。いやいや、お前だからやっぱり J2 行くんだよとか J3 行くんだよとかやめるんだよってなるじゃん。今頃お前ちゃんとやってたらすごいのになって言われてる、続けてる人もいるしね。し、俺のよく知ってる同期にもいるし。そうか。そうなんだよ。まあそれで気づくか気づかないかはね、やっぱ自分次第なんだけど、誘惑に負けるかだよね。なるほどなるほど、うん、そうか。いやでもなんかそうやって、うん、やっぱある環境で考えて上手くなる術と、うん、やっぱ自分の目標とか夢をちゃんと発信できる人、うん、やっぱこれそれ強いよ今ね。やっぱ感じはやっぱこの2つやっぱ学生にとって必要なんじゃない、うん、今結構知識とか多いけど、うん、そのなんか本質的な2つは、うん、多分変わらないと思うから。そうだね、うん、それはでもだってどの時代にあっても変わらないよ ね、うん、いやーそうかそうか。深いね。深い、いいこと聞いた。いいこと聞いた。あのね、引き出しがねうまいんだよ。いやいやそんなもんないよ。これは自分で言うことじゃないよ。やっぱ引き出してくれる人がいないと言えないんだよこれ。本当。いやいやめちゃくちゃいいこと聞いたよ。いやいやいや本当にこれ楽しいだわ。これ何人やってんの？これ今のところ4人ぐらいかな。選手みんな行くの？選手みんな、いや選手みんなっていうか、あの喋ってくれる人。超楽しみだこれ。なんかさ、自分のチームメイトがさ、うん、あ、こういうの大事にしてんだとか聞くのもさ、面白いし。結構おもろいよ。面白いでしょ。結構面白い。参考になるし、めちゃくちゃ楽しみですよ。てか、まず俺これめっちゃやりたいんだけど。やったら呼んで。え、マジでやりたい。楽しかった、ありがとう。いや、ありがとう。槙野選手でした。ありがとうね。チャオ。すごいこれ。